はいどうもフリッチです。さあ今回ニューシティというゲームをやっていこうと思います。このゲームクラシックな、グラフィックやね、街づくり、ゲームの中に高度な経済や交通の要素を盛り込んだゲームみたいです。で今回はねアルファ版をやっていこうと思います。100-100でいいかな。砂漠とかなしでいきます。まあ、基本的には居住区作って畑とか作ってそこからね人口を増やしていって、まあ公共施設を建てて高密度な街を作っていくというゲームですね。で結構経済的なデータが大事みたいで、まあ、それをちょっと確認してみたんですけど、めちゃくちゃここにありますね。労働力から学歴、建物の数とかどういうビジネスが建ってるかみたいな、さまざまなデータを見ながら予算とね照らし合わせて街を作っていくと。ですごい地形になったね。周りは何、これは沼なのかな、川ではないよね、があってと。真ん中に高原かな。うん、まあ郊外というよりかはね、どういうちょっとイメージがわからないマップになりましたね。まあ行きますか。最初はね道を作っていくんですけど、まあ、この辺の中心としましょうか。せっかくねシンボルがあるんで、まあ、うっすらとねこうやって道の跡みたいなのがあるのでこれに合わせようかな。だこの広い方が多分広いよね。一緒かな。ちょっと細いか。まあ、大通りとストリート分かれてるんで、大通りここやってみます。これで 367K ね。でここに置くと257、まあそんなに変わんない感じかな。 1.5 倍くらいか値段としては。でこれを中心としてこうね組んでいきましょうと。今こうやって合わせてますけど普通にね置けるんで、どうしようかな。これよりちょっと細かくしようか。密度を大事にしたいの でまずここでね需要が出てます。道を敷いたので、グリーンゾーンで居住区を作りましょうと。でこの Z が、まあ、この道に対して、で X のやつが、まあ、小さいまでね。これはねどちらかというとこういう交差点とかに置くものみたいですね。ここの間隔によっては、あそうだね、これくらいかな。もう一個攻めれそうだけど。でさまざまなデータをこうやってピン止めできるんで、これ需要ですね、置いておきます。でうわーめちゃくちゃまだダメだね。で最初の労働力として、畑を作って働かせましょうと。で100人人口いきましたと。まあ、これから成長させていくんですが、青いゾーン、まあ、商業施設の区画があって、まあ、それはねこのまあ交通の多いところに置くと、効果が高いかな、いいみたいな感じで。ただ大きな町に成長するまではそこまで需要がないだろうと。需要がないというよりかはそんなにいっぱい置いても多分無駄だよみたいなことですね。こういうとこに置きますね。ちょっと変わるかなこれで。で畑に関してはちょっと話そうかな。でここで畑できたら一回ねデータ見ます。できましたね。まだ攻めれるな。人口データでまず今人口何人いますか。まあこれはね上出てるんで見る必要ないんですけど、まあ、どんだけ増えていますかと1時間あたり。これは長期的なデータだね。まあ、どの時間帯増えてるかみたいな。でホームレスは何人いますか。20人ですと。で世帯数が今186ですね。186世帯470人近くと。で、まあ、学歴が結構重要だね。だからその学
教育を受けていない人が今413人、 90% くらいかな。でその割合ね、 90% ですね。まあ今1950年なんで、こっからねもうどん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 上げていくわけですね。でこれがハイスクールだよね、高校出てるか大学院かな。それで言うと学士って感じか。21人6人パーセントは 2.6% ね。あ、できてきたできてきた。で次ね、データとして今仕事についている数197人で、仕事についていない数が81人であると。でジョブインタビューは受けれる数かな、今受けた数ではないよね、受けれる数っぽいよね。で今空いてる仕事の数とかなのかな。でまあ今ワーカーの数が210人いますよと。でその中でまあ学歴を示しつつデータ見れて、であとはまあそのついてない数と学歴、トータルジョブポジションが働ける数かな495。それでジョブインタビューになれる人だとちょっとおかしいか。オープンポジションかな、空いてる仕事の数というか、ここがつける数ですかね。でその中で、まあ、この学歴を必要としない部分の数かな。でこれね、こう広げれるんで、こうね、今のでいいか、こうだね、ついてる数ついてない数で、そうですね、これで言うとじゃあオープンポジションの今教育施設がないから、教育受けてない中で空いてる施設を示しつつ買ってみますかデータが大事ですね。まあちょっと作っていきます。もうデータいいかな、あとは普通に作っていこう。まあ結構その辺細かいよと。どこまで攻めれるかな。この Y がね1マス間隔なんで、こうやってこの辺やって、ただねこの範囲系だと埋めちゃうんですよ。 Z だと多分、ああでもちょっとかぶるか。これはその次の場所までを塗り替えるんだね。でめっちゃ畑置けるんで畑置きます。潰して、あ勝手に立ったね、ありがたい、小さくなって。どうしようかな、ここを通りだとしてこっちの道を大きくするかどうか問題ね。こう大きさに合わせて今勝手に形変わったか。あーいいね、おおでかくなっていく。でもこれずっと需要見れますけど全部全部いけるな。まず1000人だね。でお金の使い方としては、収入がね結構今上下しちゃってるけど一定なのかな、月あたりでもないよね。 170K がベースなのかな、だとしましょう。で使ってるお金は道の建設費で200万ドルであると。17万ドルの利益でまあ大丈夫だね。多分今道以外で、継続的にお金を払ってる部分はそんなにないかな。この辺からローンとかだと思いますけど、うん、とりあえず人を済ませましょう。まだ1個攻めれるけどどうしようかな。交差点の数がえぐいよね交通を今後考えた場合ここ死んじゃいますよね。まあ、ちょっと攻めてみますか。ここも1個欲しいよね。
よし。やば。こうか。一つ合わせて。この辺の通りに少し置いていきます。お、線に行きましたね。で、次の目標としては5000人行けば学校建てれますよと。じゃあ学歴で高卒の割合出しとくか。 12%1時間あたりの人口数出して、これでいきますか。データ人口数増える人口の数で空きの仕事なのかなの数と、空きって全体かついてる数と働いてない数、合算書こうならないか。OKOKOK 多分大丈夫。さあ、できてきましたね。小さなのどかな町が。この辺まだ渋滞起きてないか。なかなかな感覚なんで、ねえ。これを広くすると大変だと思いますけど、交通は今後どうなるかだよね。この2つじゃないね、さすがにね。まだ増えると思うんですけど、それこそハイウェイとかそこに頼る感じですかね。ちょっとこっち畑増やすか。あ、でも今工場がだいぶ増えてきたね。工場攻めか。工場に関して説明がなかったよね。どこ行ってもいいのかな。工場に関しての、これは一応受けた目標とか、まあ、説明なんだけど、工場これが商業でしょ。インダストリアに関しての文言ないよね。ならいいか。よし。いいねいいね。動画に使おうかな。そうだね。てかここ道、あ、いらないか。まあ多分いらないね。すごい狭いな。こっから例えばさあ、分けることもできるんだ。これ本当に死にそうだね、この交通。でも感覚的にこうじゃない。まあ今の家がマンションとか、まあアパートじゃなくて一軒家だからこうなってるけど、発展によってはここが大きな建物ができてみたいになるのかな。じゃあ工場作ります。まあ、この辺がね、人が住む場所なんで、反対側でいいかな。ここ。工業区画ね。工場区画か。畑、まあ、商業ちょっとずつあってと。ありますね、なんかファミレスみたいな。すげえ色味がないけど、どっちかっていうとあれか、人が来る場所というか単純に働く場所よね。オフィスみたいなことなのかな。この辺がね立たないので人増やしてみるか。こうでいいよね、多分つなぎとしては。
人の需要が止まんないな。いいことですよ。ワンチャン畑消えないかな。人の需要だけえげつないほど高いんだけど、どうなってんだろう。え、そんな働く場所あるっけ。800人200人でしょ。やっぱこれ空きかな。694 12%。 ここの仕事のとこだけ決まってないかな。これが空きなのかな。30、現実的じゃない。30だな。ついてない人のレートが 24%、 高いね。普通なら破産するような。ナショナルは全国際的なだよね。ここじゃない場所も含めてみたいな。ここに関しての情報要求、これ1000人か。要求ってこれが全体の数かな。ここじゃあ開けとこう。お、畑が増えるね。まあ、空いてるんで勝手にやるんじゃないかな。価格としてどうかな。いいんじゃないか。でも結構まっすぐだね。なんか斜めになってる気がするんですけど、わりかし大丈夫か。工場の需要がすごいけど入んないか。そのなんか求めてる場所が分かんないんでね、こっちとしてもあんまりやりづらいというか。そうだね。この辺作ってみるか。工場。お、何の違いこれ。単純に距離かな。ここら辺居住区ではないからってことかな。居住区との距離に対して言えば、待ってね、ここで作るなら多分、ああもう需要がない。関係ないや。ここはちょっと居住区にしちゃって、どうどうどう。お、結構車増えてきたね。この辺やばいだろうな。あ、でも車めっちゃ速くない？これ1倍速ですけど、すごい、もう法定速度守っていないようなねえ。あ、やっぱここ真ん中通してないからスムーズだね。ここら辺はちょ、この大通りでやばいことになってますけど、やっぱ1本に集約した方がいい説あるね。こんだけあるなら。ここ3個になってるけど、3も1本に束ねて1本殺した方がいいんじゃないかな。そこが死にすぎるかどうかね、システムで分かんないから。1個試してみますか、最後に。もう整合性取れない街になるけど、そうっすね。ここで試すか。真ん中らへんがいいけど、ここにします。だからこっちは普通に行きますね。その代わりこうか。逆に難しくなってるか。ここの問題ね。ここは普通につなごうか。こうした場合、もう置ける家の数はちょっと減るが、ここね。こんな道見たことないけどな。どうなってんだろう。だからここに3個来て曲がる。こう曲がる人は曲がれるか。住んでほしいな。ちょっと進めていきますね。
需要を満たしてあげてと。畑もちょっとこの辺欲しいよね、そろそろ。商業施設は、まあ多分この辺の需要で多分満たせると思うんで、基本ないか。ビジネス、新しく建った企業数だよね。25で特に変化見られないと。これ占めた数かな、立ってる数かな。ビジネスが立ってる数だとした場合、これ占めてる数でもおかしくないか。ビジネスで見ましょう。じゃあ青イコールビジネスだと思うんで、多分データとして割ってるはず。わあ、いいねいいね。これ密度いいっすね。ここちょっと気になるな。ないねあんまりでもこの辺通ってないからあれですけど、結構人口に対しての車の数はまだまだ少ない時代なのかな。まあ、とりあえずね、今回これにしましょうか。ニューシーズン、まあ、今後ね、リリースするタイトルで今回アルファ版やりましたけど、コンセプトいいっすね。まあ、このローポリではね、クラシックなグラフィックの中で、まあ、高度な経済のデータと。まだここだと出てないけど、交通のシステムも重要みたいで、まあ、それに関しては人口を増やして増える学校とかもその辺で体験できると思うんでね、ちょっと続けてみようかな。ここがちょっと気に食わないんですけど、まあ、これのデータ見るために続けてみますか。収入に関しては、まあ、このコンストラクション費が多分 大半占めてるので、放っとく分にはいけるかな。税とか上げてみる。 1% は低いよね。あ、これやっぱ予想かな。右が 1.5 くらいでいいんじゃないかな。937。これなら建設費に対しても上だし、初めてね、ここの収支が良くなると。とりあえずね、今回これにします。